はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。まあ、最近はですね、量子コンピューター業界すっごい目まぐるしいですし、あとスマートフォン業界、まあ、とんでもないですよね。今は低価格でいい量子スマートフォン出てるし、まあ、ゲーミングスマートフォンっていう分野もすごい盛り上がってて、スペックは上がる一方で値段は下がる一方っていう、もうとんでもない状況になってます。で、まあ、我が家の家計もですね、おかげさまで安い Android フォンと安いですね、そういった大手キャリアのそのポゴとかのスマートフォンのプランによって、まあ、大変ですね、助かって、生活のするとスマートフォンを考える環境からすると、まあ、非常に、クオリティの高いですねスマートフォンライフっていうのが安価に実現できるようなタイミングになってきました。それはですね、本当にうちは au の結構いいプランを使ってたんですけど、そういった20ギガのそのポボプランとかって考えると、格安 SIM プランで au のサポートがもらえるっていうものになると、非常にですね、1ヶ月使ってみて、まあ、全く問題ないですし、で端末もですね、 Xiaomi とかあと Samsung とかの、やっぱ大人は Samsung のハイエンドマシンで、子供は Xiaomi のミドルクラスマシンなんかとかやっていくと、まあ、すごいやっぱ1万円、2万円、3万円、まあ、特に子供なんかは1万円、2万円ぐらいの端末でも、まあ、すっごいクオリティの高いそのスマートフォンライフができるわけですね。で、まあ、そんなですね、世界で、まあ、じゃあそこでどん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 コストダウンしていくってなると、まあ、次どこへ行くかっていう話なんですけど、まあ、どこ行くんですかね。まあ、そうすると、まあ、家とか、まあ、車とか、そういったですね、飛行機とか旅とか、そういった、まあ、そういったスマートフォンを使った本格的な社会の実装っていうのが始まると思います。で、まあ、すごい、こういった IT のですね、スマートフォン業界の進捗早いですし、アプリケーション業界も結構大変だと思うんですよね。サーバーサイドの技術もものすごい発展してますし、まあ、本当5年前、10年前とはもう全く違うようなシステムの構成になっちゃってるんで、Amazon とか Microsoft とか Google のクラウドシステムの技術と、あとフロントエンドのですね、スマートフォンのエッジ端末のそういった発展によって、ここ5年ぐらいですかね、まあ、全然技術差を追いつけないぐらいの、まあ、速度でですね、ビジネスが進んでると思います。で、うちの方も、まあ、とは言ってもシステム作んなきゃいけないですね。まあ、量子コンピューターなんで、量子コンピューターの大事なところって、まあ、今までアルゴリズムだったわけですね。なんで、組み合わせ最適化問題はどうやって解く。で、量子化学計算はどうやって解く。金融シミュレーションはどうやって作る。まあ、それが大事だったんですけど、結構ですね、技術もこなれてきました。なので、出版も出てきてますし、まあ、技術者も増えてますんで、まあ、結構ですね、競争も、まあ、激しいって言っても、まあ、たかが知れてると思います。で、やっぱその総合的にですね、いろいろ考える時期に来ていて、まあ、量子コンピューター単体っていうよりは、そういったですね、最先のクラウド技術、そして最新のスマートフォンと組み合わせて、量子コンピューターをまあどう活用していくか。もちろん、量子コンピューターのアルゴリズム単体は、まだまだ、その、これから、やっていかなきゃいけないんで、やらなきゃいけないんですけど、まあまあまあ、サービスとしては、こういったコモディティ化、ツールを使いやすくする。そして、ソフトウェアを分かりやすくするっていうことで、まあ、スマートフォン技術やクラウドシステムをどん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 取り入れていく必要があって、量子コンピューター単体 の、 そのセグメントっていうよりは、まあ、総合的な実力をですね、まあ、つけていかなきゃいけないっていう段階に入ってるんですね。で、うちの方もまあ積極的にバックエンドのですね、サーバーサイドの技術を取り入れたり、まあ、フロントエンドを取り入れたり、まあ、スマートフォンのトレンドを見ていくということなんですけど、まあ、一個ですね、やっぱちょっと思ったのが、まあ、そう、総合的にですね、まあ、うちもだから単体に量子コンピューターだけで押し上げていくっていうよりは、クラウドサーバー技術、そしてフロントエンドの、まあ、スマートフォンの技術、で、量子コンピューターのアルゴリズム、そしてそれ全体のクラウドシステム統合で全部の技術を同時に上げていかなきゃいけないですね。で、クオリティも、まあ、ベンチャー企業から、今後はですね、どんどんそのクオリティ上げていかなきゃいけないんで、まあ、サポート体制とか、まあ、クオリティというところを、まあ、どん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 今投資をして、まあ、作っていかなきゃいけないという状況ですね。で、フロントエンドに関しては、まあ、デザインっていうのは結構最近調べたんですけど、やっぱ一時期よりもフラットデザインって言って、スマートフォンってこう端末ちっちゃいし、性能がやっぱり弱かったんで、そういった通信環境も貧弱じゃないですか。なんで、例えばこう通信もギガとか使っちゃうんで、
何ギガ何メガとかで使わないようになるべくシンプルに軽く作る、で通信量を減らすっていうのが、まあ、基本だとは思うんですね。なんですけど、まあ、最近 Xiaomi とかを中心にスマートフォンの性能が急激に上がってきてて、ほぼだからデスクトップとやっぱ変わらないようなレベルになってくると、それこそリッチな表現ですとか、まあ、そのスマートフォン単体のですね、もっともっとその使いやすくするっていうところはどこに行くかっていうところが結構重要になってくるわけです。で、今回のですね、Android やっぱ見てると、Google はですね、マテリアルデザインっていうところから、マテリアル U っていうですね、そういったデザイン言語を変えてきてです。Google は今までスマートフォンのインターフェースは、マテリアルデザインっていうある一定のルールにですね、乗っ取って、各サービスをデザインするっていうことで、クオリティを確保してきたんですけど、まあ、今後のですね、iOS じゃないや、Android ですね、の最新版はですね、マテリアル U っていう名前なんですね。結構色をですね、変えたりとかできるんですけど、これは何かっていうと、やっぱパーソナライズですよね。なので、スマートフォンを使ってよりパーソナライズをですね、中心に、まあ、いろんなサービスを組み立てる必要があるということで、マス発信で、これがいいですよっていうふうな確率的な発信から、一人一人に合わせて全部コンテンツを変えていかなきゃいけないという時代に入ってきたんで、サービスは同じに見えても中身は全然違うって、もうすでに始まってますけど、というところを加速していくというところで、まあ、デザインもですね、まあ、iPhone だからこのデザインっていうのじゃなくて、Android は逆ですね。Android だからこのデザインっていうのはない。もう一人一人に合わせたデザインっていうところを、まあ、推奨していくっていうような新しいデザイン言語に入っていくということになります。で、うちもですね、やっぱそれは踏襲しなきゃいけないなと思っていて、やっぱサービスの中心はやっぱパーソナライズですよね。それ各社、各企業、各ユーザーに合わせて、きめ細かなチューニングができるというところをですね、まあ、そのユーザーの負担なく自分が気に入ったものをですね、まあ、最優先で取り込めるような、そういったきめの細かいですね、サービス提供っていうのを、まあ、機械学習ですとか、まあ、技術を、クラウド技術を使って、まあ、提供していかなきゃいけないというのがあります。で、まあ、ちょっとですね、あとはですね、ですけど、まあ、ちょっとうちもベンチャーなんで、その一気に全部できないんで、ちょっとずつやってるわけですね。で、最近ですね、やはり、デザインはですね、まあ、うちもですね、量子コンピューター以外にもどんどんいろいろ新しいですね、発明していかなきゃいけないなと思うんですけど、IT 企業として。で、最近気づいたんですけど、やはりですね、Google のマテリアルデザインですとか、まあ、iPhone のデザインにしても、まあ、フラットデザインしたいわけですね、Microsoft もフラットデザイン。ロゴも変わっててフラットになってるんですね。以前の立体感になるから、立体感のないフラットデザインへ変わっていくんですけど、まあ、マテリアルデザイン自体は結構やっぱり言語が古いんで、まあ、見た目もやっぱちょっと新鮮味はないんですよね。ああ、これかみたいな。ベタ塗り一色で、今回のマテリアル U に関してもやっぱフラットデザインを踏襲していて、見た目としてはちょっと新しさはないですかね。まあ、洗練はされてるけど、新しさはない。やっぱ新しいものをどんどん発明していきたいですよね。なので、まあちょっと画面を見てですね、ワクワクするとかデザインの力ってちょっとやっぱ弱まってる気がしますね。マテリアルデザイン見ると。で、まあここでですね、じゃあマテリアルデザインに変わる言語があるかっていうと、今のところちょっとなさそうですよね。まあシンプルで、のっぺりしたデザインが、まあ、スマートフォンに対して、まあ正解という感じだと思います。まあただやっぱり、と言いつつも、まあちょっと一個だけ面白いデザインがありました。これはですね、ニューフォーミズムっていうデザインですね。まあこれもちろん流行るかどうか全然わかんないんですけど、これはですね、凹凸をつけてデザインをするっていうタイプで、こういったウェブサイトってこうのっぺりしてるんですけど、ボタンをですね、手前に浮き上がらせたり、奥にへっこませたりとかってしながら、この画面にですね、立体感を持たせるっていうところで、まあ出てきている言語です。昔の Windows 95とかって、グレーのバーにボタンがちょっと手前に出てたり、で画面がちょっと後ろに下がってたりっていう。で、Windows 自体も手前に来てますし、こういったですね、ちょっと影をつけることで、枠の端っこにちょっと黒い影がついてたり、白いですね、光がついてたと思うんですけど、それをですね、2021年バージョンで、よりですね、影を立体的に見せて、まあ、その立体感を持たせたデザインということで、ニューフォーミズムっていうのが出てきてます。で、まあ、ニューフォーミズム自体は、まあ、数年前から多分ちょっとずつ話題になってるんですけど、まあ、そんなに流行ってはなくて、まあ、採用してるところもないですし、まあ、実際ちょっとデザインとしては、まあ、少し難しいですし、
マテリアルデザインに比べると、まあ、少し、マイナス面も多いですね。まあ、影がつく分、レイアウトは少し制限がかかったり、表示範囲が狭くなっちゃったりとかするんですけど、まあ、その分やっぱ影がつくって、立体感がつくってところに、まあ、新鮮味が多少あるかもしれないですね。で、iPhone とかだと、ニューフォーミズムのデザインを一部採用しているところはあるんですけど、やっぱマテリアデザイン全盛期ですので、ニューフォーミズムデザインっていうのは、まあ、ちょっとそんなに流行ったりとかしないかなと思ってます。と言いつつもですね、ニューフォーミズムもちょっと導入してみようかと思いますんで。はい。で、やっぱちょっとやっぱデザインとかインターフェースに関しても、今後はですね、量子コンピューター企業関係なく、そういった最先端企業として、まあ、ちょっとそこは実験的に取り入れていく必要があるということで、まあ、どういったものがですね、人間が使ってて、まあ、快適化、そしてパーソナライズできるか、今後のスマートフォンですね。で、なんでかというとスマートフォンの性能やっぱ上がってきてるんで、やっぱ表現もですね、豊かにしてあげた方が、まあいいです。例えば映画とかも、もちろんその、叙情的で、なんかあんまり凝ったもんじゃない方がいいっていう人もいるかもしれないですけど、新技術で、あえてタイタニックとか、アバターとか、まあ、新しい技術ですね、そういった映画とかもどんどん発展していったわけじゃないですか、CG 技術とかも含めて。だからやっぱそういった新しい技術をどんどん取り入れて、新しい表現を取り入れるってことところに、やっぱ一定の価値があると思うんですね。だからこそ、まあ、Google もマテリデザインとか、Apple もデザインっていうところを非常に重視してですね、スマートフォン戦略を立ててきたと思うんですけど、まあ、そういった面をですね、側面を、まあ、いち早く量子コンピューターの業界にも取り入れるという面で、まあ、今回ちょっとニューフォーミズムをですね、ちょっと採用してみようと思います。で、まだですね、ちょっと実験で、ブルーキャットとかもちょっと入れてみたんですけど、ちょっと実験的で、やっぱですね、枠とか、結構難しいで、やっぱ、まあ、デザインの言語 CSS とかで、まあ、ちょっとどこまで書けるかっていうのは、ちょっとまだ検討中なんですけど、まあ、光の表現で凹んだり、手前に来たりとかってところは、まあ、比較的、まあ、面白いなと思います。で、難しいのはですね、ボタンの表現が結構ですね、それやると、フラットデザインとかですと、赤いボタンでドカンとクリックミーとかできるんですけど、ニューフォーミズムって結構上品なデザインなんで、まあ、ちょっとその立体感がつくとちょっと上品になっちゃうんですよね。なんか、青汁買ってちょうだいみたいなのはあんまなくて、なんかおしゃれになっちゃう。それ簡単に言うと。なんで、おしゃれなアップルデザインよりも、ちょっともうワンランク、ちょっとおしゃれみたいな感じになっちゃって、それがビジネス的にいいのかどうか、ちょっと微妙ですかね。ちょっとジョブズっぽい感じになっちゃうと思うんですけど、まあ、ニューフォーミズムデザインぐらいしか、ちょっと今のところ真新しいものなさそうなんで、まあ、一時期パララックスとかですね、まあ、いろんなデザインの手法、ウェブデザインの手法、ちょっと流行り始めたと思うんですけど、やっぱり、その、コンスタントな毎日使いのサービスにそういったのを、ちょっと取り入れるのは難しくて、まあ、一部のやっぱマーケティングとかに仕様は限定されてしまったんで、まあ、デザインに関してはマテリアデザインというのが全盛ですし、まだまだ続くと思うんですけど、まあ、そのマテリアデザインだけだとやっぱちょっとデザインの言語ちょっと限界があるんで、まあ、Google もマテリアルユーっていうパーソナライズはするんですけど、まあ、それでもマテリアデザインの域を出してないんで、まあ、今回ちょっとニューフォーミズムって新しいですね、ちょっと少しマテリアデザインの域を完全に出したような手法っていうのもちょっとブルーキャットで、ね、導入してみて、まあ、ちょっと反応を見てみようかなと思ってますね。結構やってみて、やっぱレイアウトとかですね、パディングとか、こういった枠からの距離とかって結構大事になってくるんで、まだまだバランス取るのに少し時間かかりますけど、まあ、今後はですね、まあ、ちょっとデザインに関しても、まあ、量子コンピューターのアルゴリズムと並行して、まあ、ちょっとずつですね、無理なく取り入れていって、まあ、やってみたいと思いますんで、まあ、ちょっとデザイン分野ですね、ウェブの分野に関しても、まあ、興味ある人はですね、ぜひ見てみてください。じゃあ今回は以上です。